はい、こんにちは。ゲームイズ、ナウミソカです。はい、皆さん、こんにちは。です。そして、今回は、よしきです。ルジアンです。よろしくお願いします。はい、というわけで、大晦日、ついに12月31日になってまして、0時から、このね、2回引けるオールスター感謝ガチャっていうのが、来てまして、ちょっと遅くはなってしまったんですけども、今年最後にね、何しろチームでこれ引いていこうかなと思います。突破った僕、いきます。小町狙い。とにかく小町狙い。最初あれですよね、最初の10連でも全然出ることあるらしいですからね、確定演出来たら限定どっか入ってるらしいですよ。まずは普通に結構なんか出てる人は出てましたからね。そうだよね、はい、ツイッター見るとやばかいのかなっていう、まあ出たからツイートしたのかもしれないですけどね。で今回まあ一応最後にああいう風にね、枠が出てると。おっと、エリザベスだから自力ってことですよね。いやあ、フォルテじゃないですか。フォルテとリチャード。俺フォルテも行ってほしいんだよな。フォルテね、持ってますね。でリチャードも結構持ってるからな。まあまあまあ1回目はね、大事なのはやっぱ2回目です、これ3体になって、あ、変わる、これで1回くるんだ。限定も入ってますよね。そうだ、そうですよね。これ小町ワンチャンありますよね。大丈夫大丈夫。大丈夫だ。みんな見えた、見えてるかこれ。あすごい強いモンスターだ。そのカウンツーっすよ。水属性のアンチダメージウォール。初代カウンっすよ。はい、いやこっちだ。切り替えやば、頼む。最後ぴったりだったんだ。うん、本当に最後だから、今年小町3体2018年最後、小町3体もあるってことだから、ね、全然あるらしいですけどね、らしいですけどねしか言えないけど。いやこれだってとりあえず限定1体確定だから、まあ出やすいってことだよ ね。演出はまあ出るよね。でも嬉しいですね。うん、あでも嬉しいっす。やばいちょっとバグってる、はい、もうこれ小町3体、小町は止まりますよね。止まる。最後は限定止まってほしいけどね。うわ、いや欲しいですけどね。リボン、はい、ローレライ、ラファエル。あでもなんとも言えんな。ラファエル僕地味にこれ2体目なんですよ。えマジ？そう。だからクリスマスラファも持ってない。マジっすか？てかラファ、そうこの前の誰の時も思ったけど、あじゃあラファエル地味に2体目だから別にまあまあまあっていう感じ。いやまあまあまあだけど、まあ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 だけど、リボン結構ラック高いから後でちょっと混ぜてみよう。あグリボン来てるんだ。あリボン引けるじゃないですか。リボン引けるじゃないですか。誰行く？じゃあ俺最後行きますよ。分かった、どっち行く？じゃあ俺行くわ。じゃあよろしくお願いします。楽しみ。髪切った、髪切った。限定何持ってないんですか？アポレックス持ってないってなかった？持ってないです。アポレックスは、アポレックスか、来たら結構いろいろ持ってないですよ。うん、ぶっちゃけ属性限定は全然、うん、そっかそっか。えじゃあラミエルも持ってないもんね。可能性高いんだ。じゃあないやないやないやない、どういうこと？やっちゃってよ。どういうこと？いきますよ。やっちゃってよ。ディアンデイになってる。こっちっすよね、演出欲しいの。うん、こっち欲しいよね。うん、限定確定じゃないから。うん、お、ハンゾー。お、止まった。何だ、誰？次行きましょう。静香ちゃんですね。静香ちゃん、静香ちゃん。あーでもいいですね。あーあれか、あリバティ、リバティ。いや、トモエなんて、いやこれ1回目ならいいんじゃない？1回目ならいいんじゃない？静香高専1回目ならブルータスで使えるから。うん、ありがとうございます。大事なのは2回目だから。こっちよ。こっちよ。おお、来るね。来るね。さすが今。大休みしちゃって。そうだね。大休みしてね。あ、いいね。大当たり。ゼウスいいね。おお。終わった、やばくない？発言じゃないの？あ、ママ持ってなかったんですか？進化形態が、あ、そっか、多分あっちで出てんのかな。持ってたよね、私マモ。いや、持ってないっけ。初？初です。あ、初マモだったら全然いいですね。スタジアムで良かったじゃん、うん、お、困りすぎじゃね。いや、あんま持ってないっすね。おー、ゾロゾロゾロリね。
ゾロリーですね。こいつは闇マサで使えます。こいつはね、闇マサで源となった頼朝で使えるから。闇マサで使える。おお、限定額止まったっすね。やばくない？もう持ってなかったらいいんじゃないですか。でもですよね、持ってる。反対側を作ってないって、こっちを作ってないんじゃないですか。フラパンのやつ、フラパンの時に確かに引いてましたか。そうそうそう、気がする。あ、でも車中で引いてたか。1体しかいないんで、え、十分じゃない、うん、で、カミカの方もらえたらでかくない。近畿最近よしきやってるし。確かにこれちょっと止まっても分かんないな。うん、止まっても分かんない。止まってもちょっと片方がないと分かんないな。ありがとうございます。エスターライトミラージュ来てますよ。本当だ。あれさっきグリーンマージュしてさっきグリーンマージュしてさっきグリーンマージュしてあれもう決まった。あ、3時だからだ。デビルズバンクインフェルの3体目狙わなくていいんですか。オーブ130個あるし、サンダルフォンの方が欲しいですけど。お、行きます。行ってます。行ってみます。絶対ソロモン取っといた方がいい。絶対ソロモン取っといた方がいい。また、はい、じゃあ鳥ちゃん行きましょう。はい、はい、鳥ちゃんです。これは狙いは、僕も今回動画でガチャ引いた時、これまで今年結構髪見消してきて、うん、いや本当そう、その印象しかないもん。もそうや、その印象しかない。そうや、本当に今年最後エルエルしてたもんな。でやっぱ限定でもう持ってないやつ見てきたんですけど、うん、もう直近で言ってやっぱジャンヌ、あー、ハマるって言われてるもんね。ラウドラー言われてるもんね、今ね。ギミック出ちゃってるからね。このままいくと読み3体とかになっちゃうんで、それやばいなと思って。ここでジャンヌ2枚と。平気にしてくるからね、豪雪適正は。ジャンヌ欲しいね。あと、新年多分あんま引けそうにないんで、ちょっと。うん、で、ゴエモンとかモーセ終わらしとこう。はい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 。その辺狙っていきます。ゴエモンモーセは持ってはいるんだよね。ゴエモンは持ってないんですよ。あ、ゴエモン持ってないんだ。じゃあ、ゴエモンでもいいね。モーセは1体なんですけど、全然2体。うん、いや、いっていいね。ここでバチコリ引きます、ね、そっか、天使シリーズに全力を注いでたからね。確かにでサンダルフォン持ってないんで、それもあこっちはちょっと危ない。こっちで限定引いたら熱いんだよ。ここで得してる感あったら出るんだよね、一応出る出る出る。おおお、限定やん。いやマジすげえな。ほんと限定なんですよ。多分限定でしょ。限定で止まったら熱いですよ、マジこれ。あ、そっか、マジ限定で止まったら発言の限定だ。熱い、やべえな。やっちゃってよ。やばこれ。ジャンヌ来たらクソ熱くない？ジャンヌ来たら勝ちですもん。やばいな。ジャンヌメタトロン持ってんだっけ。メタトロン持ってない。あ、持ってないのか。じゃあ闇はあんま引いてないのか。ルービー、え、やばいくない？パーダン木やばくない？あー、こっちでもそうか、そりゃそうだよ。悪い、そうか、ダイヤモンドといたな、こんなの限定で。地味に2体目なんですよ。サタン、クソ熱いじゃん。サタン持ってないの。あ、サタン持ってないの。あ、そうなの。でこういうとこでさ、なんかザビエルとかさ、確かに、確かに、あのね、アジサイとかさ、その辺そうだね、いいとこは出てるんですけど、うん、まあ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 じゃない。でも確かに変なの来るよりは、うん、髪引きだし、うん、変なのいますけどね。まあ大事なのはこっちだから、まだ限定チャンスあるから。そう、今んとこみんな確定数引いてんじゃん。引いてる引いてる。これまた来んのかな。 100% だよ。確かに。でも絶対なんじゃないですか。やっぱ絶対なのかな。来る格ではないんじゃないですか。来なかったら不安になる。不安になる、ね、でも出るでしょ。出なかったら不安になる、ね、これ以上のお金取れるでしょ。どうだ？2回もあるか。怪しくない。でもなってるかもしれないから。ってた言ってたから多分。いやマジ止まってほしいな、これ。止まり限定やべえな。止まったやん。おお、あでも発言デビアはでかい。発言デビア熱いな。しれっとかぶりだ。しれっとかぶりだ。いやもうオッケーオッケーオッケー。ベディビアはもうでか、結構勝ちやん。モルやばくない？接種接種持ってないやつ。ああ、乙姫様のお通りだ。お守りだ。ドラゴン倒すマン。こいつでもアラミタまでなんか使ってる人いるよね。レーザーストップで。あ、そうなんだ。最後。ここだよね、止まんないね。お、お、限定止まりやばい。じゃん。あ、そうだ。ダメ。そう、持ってないんですよ。え、持ってないの？持ってないの？新春しか持ってないんですよ。ああ、なるほど。こいついたわ。そういうことか。
2体目でも、うん、何とも言えんだな。いいんじゃない。でもまあでも言うてカモイも後ろ出てたもんね。そうそう、確かに確かに限定3枚抜きしてるってことでしょ。なってたんですかね。あーどうなんだろうね。神、うん、引きだったと思うけどね。オッケースメディビアで勝ちっすわ。うん、はい、いやマジ頼む。狙いは持ってない限定が1体だけいます。誰だ。サンダルフォン。あーサンダルフォンか、はい、別にいらないです。そうだそうだ、別に出たらラッキーぐらいでサンダルフォンは OK なんですけど、欲しいのはオルフェウス、うん、あとノア、あとベートーベンですね、うん、ベートーベンあと1体で運曲なんですよ、うん、で、ゴエモンがあと3体で運曲で、オルフェウス初ゲットでしょですね。で、その辺が欲しい。で、あとノアも5体で、4体か5体で運曲なんで、その辺はちょっとラック、まあ、ラックもねが見つつと欲しい。で、モース別にもう1体いてもいいかなと思ってるんですけど、多分ソロモンの時にモース出るなと思ってて、超重限はね。そうですよね。で、あとダッキーっすね。重ねられそうだからな、はい、もし、裏ドラ、ラウドラで、うん、ダッキーがハマった時にダッキー運曲にしたら運枠になるんで、うん、ダッキーあと5体も欲しい。ダッキーでもいいっすね。めっちゃ欲張っ、はい、欲張った。だから今の全部引いたら今年勝ち。こっち大事。いやリプ来て、この1回目の10連の方に最後確定枠でなんかシリウスアメディス出してる人だけ。ローレラいいよ。あと上杉も欲しいっすね。アルビダアザゼル。ローレラは高い。ローレラ高かったよね。そうだよ、ローレラ高い。ちょっといらないっす、ね、地味に出てるが最近。頼むよマジで。こっちだから本番は。こっちっすね。ほんと、いや溜めないここで。お頼むよ。ゲーム止まったら俺全部両面持ってるんで、多分サンダルフォンなんですよ。止まんなかったら持ってるやつ。あおおおおおいや、いいじゃんこれ。いい収め方じゃないの。結果としては、2018年はラファエルの件では大変お世話になったので、素晴らしい、まあ、一番最後にね思い出せよと、うん、いう形でラファエルがいただけたのは本当にありがたい幸せなことです。すごくないこれ。俺ピロさんと結構被ってました。被ってるね。ローレライ被ってたし、うん、ラファエル被ってたし、ルビーもトリちゃん出てたしね。結果全部いらない。結果全部いらないですね。まあでもこんなもんか。サンダルフォン来てますね、うん、なんかリプなんかいらないよ。いらないいらない。あでもここで、あいや消費するのは良くないな。スターライトミラージュ、はい、いやソロモンかな。いやでもこんな、そうか、でも、うん、こんなもこんでもどうなんだろう、よかったか。でもまあ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 、なんか結果だって全員5体以上出てるってことですもんね。出てるね、出てる出てる。だから悪いってことはないんですけど、ローレラ、そう、そもそもこれちょっとやばいガチャだから、そう、そもそも そうなんだよね。いやだから想像を変えてきましたもんね、限定確定はね、うん、ちょっとね、もともとはこれいいガチャなんで、うん、なんともそ そうなんだよ。そう引けるだけね。もちろんオーブは50個いるんですけど、そうそうなんですよ。これ明日も来るんですか。今日だけ、いや今日だけ、おめでとう、1日だけなんで、うん、ローレラやばい、ローレラやばい、やばいじゃん。ローレラ運極になったこれ。88や。やばいこいつ。めっちゃ高いな。高剣心と並びましたよ、ローレラ。はい、以上です。現場からは以上です。はい、なんでね、まあもうすでにね、うん、多くの方が弾いてらっしゃると思うんですけど、うん、あれだったこれ出たとか演出あったとかね、限定いっぱい弾きましたとか、ぜひありましたらコメントよろしくお願いします。あとまあ2018年ね、本当に多分ラウジョチャンネル上がる動画としてはこれが最後になると思いますんで、うん、本当に皆さん、今年、ありがとうございました。ありがとうございました。何か本当に、ね、ありました。今年最後ですよ ね。そう、本当にこれは最後になると思いますんでね、うん、ガチャも引き納め、うん、動画も一旦はね上げ納めることになりますね、はい、そう、まあすぐ1月1日からやっていくと思うんですけど、うん、あります。編集中かなんか今年2018年最後の動画です。最後の動画です。大丈夫ですか。よいお年を。はい、よいお年を。ありがとうございました。つだったな。珍しく。はい、なんで、はい、よいお年をっていう人はぜひチャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。
では今回もゲームラジオ4からお送りしました。なぐみそかでした。しろでした。てかくんでした。プジャンでした。ありがとうございました。よすきじゃないんだ最後。小さい頃は神様がいて、不思議に夢を叶えてくれた。